ちは、イケア大好きなサヌです。よろしくお願いします。今回も秋の最新の新商品を紹介していきます。購入品も紹介します。こちらのネストテーブルも新商品なんですよね。イケアにしては珍しい小さめサイズだなと思いました。こちらのオットマン風に置いてあるスツールも新商品でして、ちょっと試しに座ってみたんですけど、結構ね、座面が固めで良かったです。ふんわり感はないので、逆にトレイとか上に置いちゃえばちょっとテーブルっぽくも使えるかなと思いました。 IKEA では最近復刻コレクションが出てまして、毎回出るたびに人気が出るシリーズです。ニチルベルカードコレクションです。こちら新しくソファーとチェアの新色が出ていました。こちらはクリッパンというソファーで、 IKEA では長く販売されてて人気のソファーです。なのでお持ちの方も多いんじゃないかなと思います。カバーリングだけ手軽に購入することができます。チェアもローバックとなっていて、とてもおしゃれですよね。こちらのクッションカバーも新商品です。でやっぱり秋といえばブランケットがいっぱい出るんですけども、今季は結構緑のものがたくさん出ています。でこちらのマルチカラーのやつはずっと気になってて、すごいウェブで見て可愛いなと思ってたんですよね。優しい色合いですね。実物見ると思ったよりポリエステル感があるなと思ったんですが、まあ、洗濯機で洗えますし、お手入れしやすいっていう点ではいいと思いました。お値段もめちゃくちゃ安いので、ちょっとね、模様替えするとかで手軽に取り入れられていいなと思います。前回の動画でもたくさん紹介したんですけども、この秋の限定コレクションがホスタジレコレクションという名前でたくさん出ています。こちらブランケットもその一つです。黒が混ざった生地がすごく可愛いです。綿 100% なのもいいですね。程よくブラックとオレンジと水色ですかねが折ってあって、すごく素敵でした。ホスタジレコレクションはまだありまして、まだこの後出てきます。はい、でまあちょっと値下げ品もチェックしつつ、こちらの安くなっているブランケットは 100% ウールなので、とてもあったかいものになっています。今期の新商品で大注目なのがこちらにたくさんありますカットクロスです。こちらは 150cm×300cm の大きさで売っています。オンラインでも買うことがもちろんできます。例えばファブリックパネルにしたりですとか、ボックスに貼ってみたりですとか、ちょっと裁縫ができる方からちょっとね、こんなのも作れますよみたいなのアイディアをちょっといただきたいなと思います。すごく可愛いのでちょっと使ってみたいんですけどね。はい、ここら辺もずっと新商品のカットクロスです。ルームセットではこんな風に収納のカーテンにしたり、フレームに入れたりして飾っていました。とっても可愛いです。こちらもフレームに入れてる例ですね。こんな風に小さいフレームに入れて複数並べて飾るみたいなのもすごく可愛いなと思いました。これなら私にもできそうです。次はホスタジレコレクションのトレイを紹介するんですけども、まあらかじめこんな風に、いっぱいあるなって見てたんですよね。でこのトレイ可愛いなってオンラインで見てたんですよ。これちょっとアクセサリートレイ的な感じに使えるんじゃないかなと思って、で実物見たらですね、めっちゃでかかったですもう棚から飛び出てるんですよ。もうこんな大きいのに値段1500円ってもう嘘でしょみたいなこれはこれですごく素敵ですよね。これは何置こうかな、ちょっと思いまだ思いついてないので、ちょっと今回は買わなかったですね。こちら私も使ってたんですけど、ダイニングチェアが値下がりしていました。結構人気ある商品なので、買おうかなと思ってた方は超ラッキーです。ただ生産終了品ってことですね。3年ぐらい使ったんですけど、すごくいい商品でしっかりしてました。新しく買いたいチェアがあるので、この6月に下取りに出したんですね。キャンペーン中なのもあって、8000円分のIKEAで使えるカードになりました。8000円、えぐくないですか。すいません、急に。最近IKEAの壁面収納を組み立てる動画を紹介した時に、たくさんの方が勧めてくださったので、ついに買いました。電動ドリルドライバーです。ドリル部分が別売りになっているのでご注意ください。あ
とこちらのおしゃれな箱も買いました。リビングのパッと取れるところに文房具をちょっと置いときたいなと思いまして、これを買いました。中は何の仕切りとかもなくって、ほんとシンプルな作りになっています。スチールとコルクの組み合わせが可愛いですよね。色合いもすごく可愛いと思います。ちょっとメモとあのペンと鉛筆を入れておきました。でこれを置く用の棚もね購入しております。こちらまあまあ大きい棚なんですけども、小物配送で届きました。ちょっとね重くて、この開梱のところが一番大変でしたね。よいしょって感じでなんか開け方おかしかったかもしれない。はい、でもこんだけ部品がいろいろ入ってるので、それなりに手数はかかりますけども、あの特に難しいことはなかったです。まあ、早速ね先ほど購入した電動ドリルドライバーを使いました。こちらの棚なんですけど、お値段が7000円でちょっと安くて大丈夫かなと思ったんですけど、このように足にちゃんとパーツもありまして、意外とちゃんとしてるなって感じでした。はい、で完成がこんな感じです。シンプルながらもすごく見栄えのする商品だと思いました。ディスプレイシェルフですけども、まあ、このようにちょっと可愛らしい箱に入れさえすれば収納にも使えます。ソファーのサイド側に置いてもすごくいいですよね。まあ、この棚に置いてるものも本以外 IKEA ですね。このように奥行きが結構しっかりあるんですよ。なので物を飾った時にいい感じに余白ができて、おしゃれに見えるなと思いました。要はバランスが取りやすいなと思いましたね。このポータブルライトすごくおすすめです。ちょこちょこ在庫復活しているみたいですよ。あの奥の銅弾ツツジはもういつ買ったんか忘れましたけどすごい長持ちしますよね、銅弾ツツジって。お花が買えるアプリで買っています。概要欄にリンク貼っておきます。送料込みで考えたら結構安いかなと思います。それで棚の話に戻りますけども、ソファーのサイドに置けばこんな風にちょっとテーブルっぽく使うのにもいい高さだなと思いました。色は2色展開です。ディスプレイを何置こうかなって考えるのもすごく楽しいです。はい、でまた店舗の様子に戻ります。新商品を紹介していきます。 IKEA にはカラックスというインサートが豊富な棚があるんですけども、それにデスクがついたものが新しく出ました。これはすごいんじゃないですか。カラックスと高さを合わせられるっていうのが最高ですよね。デスクと棚の高さを合わせられるってほんとすっきりしていいと思うんですよね。かなりコンパクトなサイズだとは思いました。もう引き出しとか扉とかボックスとか本当に豊富にあるインサートと組み合わせられるので、無限の可能性のあるデスクだと思います。こちらとっても面白いと思ったので紹介します。こちらは昇降デスクなんです。こんな風に移動ができちゃうっていう。天板の角度も簡単に変えることができます。で足元にペダルがありまして、それを踏むとこんな風にこんな高い位置まで上がります。いやもう届かんてっていうぐらい高い位置でしたけど、いや本当ですよね。よう考えたらなんであんな高くなるんですか。でまあ、キャスター付きのっていろいろあると思うんですけど、こちらはねパッと見キャスターに見えないデザインになってて、それもすごくおしゃれでいいなと思いました。で本当に簡単に移動することができるんですよね。すごくよくできた商品で驚きました。カラーバリエーションもっとあったらいいのになって。はい、続きましてはこちらです。前回紹介したあの折りたたみ式バッグなんですけども、あのブラックの方はすごく人気なのでしょうか、ずっと売り切れてるみたいですね。パープルもあるので紹介します。こちらはすごく大きいサイズになっています。伝わりますでしょうか。 IKEA にはこんな風にスーツケースも売っています。かなりギリギリでしたけども、このように取っ手を通すこともできました。お土産を入れる用なんかにいいかもしれませんね。でこちらのキャンドルホルダーっていうんですかね、めちゃくちゃ可愛くって、もうこれは絶対紹介したいと思ったんですけど、見てください。サイズは2種類あります。
中にキャンドルを置く用のガラスみたいなのもセットになって売っています。荷姿がめちゃくちゃ大きくって、もうとても持ちきれなかったんで今回は買わなかったんですけど、まだ売ってるかね、すごく心配な商品です。ちょっと赤みが強いのでアジアンテイストっぽくなりがちかなと思ったんですけど、ちょっと和風な感じで合わせても可愛いだろうなと思いました。ちょっと秋っぽい感じもしていいですよね。で、今期はアートもたくさん新商品が出ています。まあ、個人的にはさっきのあのカットクロスを切ってあの壁に飾るのもすごく素敵だなと思いましたけども、このようにフレームが必要のないあのパネルも売っています。こちらは4枚セットでこの値段となっています。シックな雰囲気にしたい時に良さそうです。あの IKEA では人気のレタートレイがあって、ホワイトとコルクなんですけど、そちらのブラックがついに出ました。めっちゃおしゃれでした。マットブラックですごく素敵でしたね。ただね、商品名はね、首すれじゃなかったですね。なんでだろう、わからないですけども、多分ね、おサイズ感一緒だと思うんですよね。このようにカラックスの棚にすっぽり綺麗に収まることができます。うちはビリーの中で使ってるんですけども、ビリーの奥行きにも合いましたよ。カラックス用のインサートボックスも格子柄の可愛いのが出ています。もう一つ思ってたよりだいぶ大きかったっていうのがありまして、こちらのホスタジレコレクションのボックスです。こちらは2つセットとなっております。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。グッドボタンもコメントもとっても嬉しいです。またすぐ次の動画でお会いしましょう。